剛、もはや失敗は許されません。東京は挑戦者 WBC 世界バンタム級より116番の4番の3アルゼンチン、ホセ・ラファエル・ソーサ。最近3年間は15勝1敗、この時を待っていました、ホセ・ラファエル・ソーサ。それではこの試合を採点するジャッジをご紹介しましょう。オーストラリアのクリス・フィーバー、メキシコのミゲル・アクナ、そしてアメリカのゲイル・バンホイです。レフェリーはアリ・プレジャー戦をはじめ98試合の世界戦をさばいてきた59歳のベテラン、アメリカのトニー・ペレス。1年前辰吉が世界チャンピオンになった時、そして2年前サラゴサ戦で TKO 負けを宣告したレフェリーです。辰吉の天国も地獄も知っています。さあ第1ラウンドのゴングを待ちます。今第1ラウンドのゴングが鳴りました。ゆっくりと左に回っていきます辰吉丈一郎です。前回のシリモンコン戦で辰吉は自分のペースに持ち込むために第1ラウンドは絶対に取る必要があった、そして取りましたと話しています。ファイティング原さん、やはり第1ラウンドの出足というのは非常に大事ですね。そうですね、今日はちょっと慎重ですね。慎重、はい、はい、よく見てますよ。浜田さんは試合前の表情、はい、そして今試合が始まりました。辰吉どうご覧になってますか。控室で今リラックスしていましたけどね、はい、やっぱり、リング上がると十分厳しいなという感じしますね。お、前回の世界タイトル奪取の試合、その時から一段と精悍なヒゲのスタイルになりました。左両者ともに白を基調としたトランクスです。辰吉が青のラメが入っています。一方のアルゼンチンは国歌を彩っています。ソーサです。チャンピオンというのは普通赤を基調としますか。カビーチ辰吉のストレート、今の右が当たってはないんですけど、はい、スピードありますね。左、調子いいですよ。おお、まず序盤は左を出していきます辰吉。お、左が右、ソーサ。第1ラウンド、まもなくハーフタイムを迎えます。左が右、右の大きなフック、ソーサ。左を出していきます辰吉。非常にフットワークが大きい。左を出していきます辰吉。リング中央の両者、チャンピオンは普通赤を基調としたトランクスを履きますが、辰吉は青の方がいい試合をしているのが多いということで、自ら好んでこの白に青のトランクスでリングに上がっています。左を張っていきましたソーサ。まだ両者ともにクリーンヒットはありません。第1ラウンドです。辰吉がファイティングハンさんプレッシャーをかけていると見ていいでしょうか。そうですね、はい、非常に左右ですね、左ジャブなんですね、あれは忘れちゃいけないですね。はい、いいボディーブロー。とにかく浜田剛さん、はい、前回のシリモンコン戦ではなんといってもボディーでしたね。まああれだけの状態、あの場面であのボディーブローを打てるというのは、はい、なかなかいないですけどね。左を出していきます。まあ、序盤はまず左です。辰吉左、まあ、操作のスタイルとすると、はい、もっと普通は打って、いくんですよ。あ、前へ前へ。辰吉がプレッシャーかけてるんで、はい、打っていけないんですね。今右左場内がわーっと沸きました。まだクリーンヒットはしてないですけど、タツヨシ調子いいですよ。はい、まだ左右に振ってロープに詰めていこう。チャンス左、左タツヨシ右は1、さあロープに詰めた、右、さあフォークの打ち合いだ。さあ第1ラウンドの打ち合いだ。ここでゴング、第1ラウンド終盤打ち合いになりました。両者の体格を比較します。身長体重ともに辰吉の方が上回っています。身長リーチともに、そして脅威が辰吉は1メートルになりました。さて WBC ルールを確認しておきます。採点は10点砲です。10ポイントマストシステムで10対10という採点はありません。フリーノックダウン制で1ラウンドに何回ダウンしてもレフリーが認める限り試合は続行されます。さあ第2ラウンドです。飯田さん、はい、第1ラウンドの攻防どうご覧になりましたか。そうですね、今日辰吉さんもきっちりとしたボクシングしてるなと思いますね。きっちりしたボクシング、はい、お右、それはやはり左をまず使ってという定石ということでしょうか。そうですね、ガードもしっかりしてるし、はい、右のシャープなストレートだし、はい、まず体調はいいと見て良さそうですね。そうですね、はい、さあ
第2ラウンドに入っています。リング中央、浜田剛さん、はい、1ラウンドの終盤に思い切った打ち合いが見られましたね。ちょっと意外な展開でした。まあですから、案外勝負どころは早い回に来るかもしれないですね。名越さん、はい、このラッシュについてなんですか。山本さん、このラッシュは耐えろと、トップに耐えろと、はい、体を左右に振れと、そういった指示が飛んでます。まあ、やはりいきなり第1ラウンドから打ち合うというのは我々もちょっと意外な感じがしました。辰吉というのはこの20戦のキャリアの中で1ラウンド KO というのは実は一度もなかったんです。今日もこれが21戦目ですが、1ラウンド KO はなしということになりました。比較的1ラウンドは見ていくのは辰吉です。左左左右右左右辰吉、ファイティングハラさん、辰吉がアグレッシブですね。突き抜けてますね、はい、非常にあのいいパンチも当ててますからね。船越さん、はい、青コーナー操作の立ち上がりについてはね、はい、動きは上々であるぞ、ただガードを高く絞って相手の左に気をつけるという指示が出ています、うん、やはり左ですか、はい、そうでしょうね。これだけ左が出ていれば、操作に関して辰吉はガードは高くディフェンスの非常に上手い選手である。ロープワークもいい、倒すのは難しいけれどもプロに入って過去20戦倒さなくてもいいと思った試合は一度もない。今回ももちろん KO を狙う、そう話しています。ジェリー辰吉、さあ、追い込んだ、追い込んだ、ジェリーアウト。まあ、辰吉のプレッシャーいい感じで、ああ、ドリブル、ナイスドリブルだ。これは浜田さん、辰吉手応え感じてますね、もう操作が今ガード上げてますからね、はい、上げてますから、左アッパーのボディブロー入りますから、はい、ですから、これはちょっと、左右に振ります。ボディーブローは操作、ファイティングハラさん、はい、操作の怖いところというのはここでどういうところですか。立吉君打ち終わった後にですね、はい、やっぱりガードを下げてるとどうしても操作が打ってきますから、はい、その後こっちがいいと思いますよ。あと攻撃的にはもう独断上ですからね、非常にあのやっぱりワンツアッパーアナッパーも練習してますんでね、はい、非常に出てくると思います。先ほど試合前の村山アナウンサーの両手に見逃された操作、リポートにもありましたように今回操作体調は本当に 120% である、そう話しています。第2ラウンドもほとんど時間がなくなりました。打ち切り先頭に行くとちょっとガッツがあるけど、そこだけ心配ですね、さあ攻めるドリブロー、ここでコング第2ラウンド勝吉のドリブローが炸裂しました。さあ第2ラウンドです。ちょっとこれファイティングハラさんびっくりしましたね、この右のストレート、ちょっとでも伸びてますからね、さほど効いてないと思います。ただ打ち気に入って攻め一辺倒になりますと相手も体調がいいんでね。そうですね、やっぱりこういう時にガードが高いですからね、返しを食う時ありますんでガードだけはしっかり持ってもらいたいと思います。さあ第3ラウンドです。日本とアルゼンチンのこの世界タイトルマッチは1954年に白井義雄さんがパスカル・ペレスに敗れてから95年竹原慎さんが日本初のミドル級のチャンピオンホルヘ・カストロを破ってまで現在まで20戦あります。日本の8勝12敗という戦績が残っています。左、操作の左、飯田さんはここまでご覧になって、はい、操作というボクサーはどういうボクサーだというふうにご覧になってますか。当てにくいよ。辰吉も相手は前へ前へ来る、右来るのでちょっとその辺りはやりづらいかな。あ、またトリッキーな動きは辰吉、左は相打ちです。浜田さん見ていますと、はい、一発の破壊力という点では辰吉の方が分がありそうですね。まあ、あの一発、そして破壊力は辰吉もちろんあるんですけどね、はい、操作の場合しつこさなんですよね。しつこさ、一発当たったこれぐらいはと思いながらだん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 ジュニアバンタム WBO という日本の未公認団体で史上最強とも言われるあのジョニー・タピアが手を焼きましたからね。この操作にはタピアの数で今が勝つのは、はい、相当なもんですよ。まあ、分かりやすく言いますとヘビー級のマイク・タイソンが手こずったような感じ、どういうふうに分かるでしょうか。それほどやりづらい相手なんです。さあ前へ前へ押していくリブロー、辰吉は手応え掴んでるんで一発を今当てたがるところあるんですね。操作のガードをですねもっとあの上げといてですね、左を突いて、ガードを高く上げておいてすかさず左アッパーボディに食い込むといいんですけどね。そうなりますとファイティング原さん有効だとしてはまずボディーブローを上げられるんですけどね、そうですね、あの非常にあの後ろの動きもいいですね、はい、あいい前後のね、はい、で下がるとこが強いですよね。
れからワンツアップかしてもらいたいですね。はい、打ちになりますが、まず辰吉の右のストレートが失敗しました。左接近戦です。さあ左ボディーブロー。第1ラウンド辰吉がどんどん右のハンター当たったぞ。さあこれまだ辰吉出た、辰吉出た、ボディーブローこれ食っている。さあ打ち合いだ、打ち合いだ、最新勝負の打ち合いだ。ロープに越えられる辰吉だ。左右右右右ましたからね、はい、ね。さあ残り10秒、ちょっとですね、休んだと思いますと、はい、来ますからね、怖いですね。左右ここでドング辰吉のいい面もありましたが、操作も反撃に転じています。第3ラウンドの辰吉です。右かなりファイティング原さん、はい、聞いていたようにも見えたんですが、連打を受けた後、前に出てきました。びっくりしました。そうですね、非常によく見てますけど、今のボディは良かったですね。で、やっぱり打った後の辰吉君、気をつけなきゃいけないですね。ちゃんと下げますと、来ますからね。さあ、試合は第4ラウンドに入ってきます。あと右、いきなり左、右から左が張っていきました、操作。浜田剛さん、はい、インターバルを見ていますと、スタミナをロスしているのは操作の方ですね。この選手は疲れながらも、結構仕事に打ってくるんですね。あ、右この辰吉は負けたはいけませんね。あ、それもそうですね。あ、逃げ切り、左左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 左ノックアウトは急がなくていいですから、はい、とにかく言葉は悪いが殺す気であると、そう話しています辰吉。左負けたくないという言葉は嫌いだ、勝ちたいはまだいい、でも本当は勝つんだという言葉が一番好きだ、そう話しています辰吉。この試合は KO への飽くなき執念を燃やしています。左から右、横に詰めた、左もう少しワンツースレードをガッと打っておいて、左アッパーをボディもう少し返したいですね。左アッパーからワンツー、いや逆でですね、あ、ワンツーが左アッパー、はい、これ今のピンスレードで、はい、さあロープに詰まった、操作ロープに詰まった、ミラボディーロー、あー、このボディーも効いた、効いた効いた効いた、このボディーは効いたぞ、このボディーは効いた、ほっとした油断もこれ、ね、できませんね今日は。そうですね、非常にねよくね溜めてるんですね、力をね溜めている。あ、左よく見てますよ。したがって辰吉が攻めて、ちょっと攻め疲れた時が一番怖いですね。その時ですね、気をつけないといけないのは、はい、さあこのラウンドも残り30秒です。左左左のダブル、サードロープに詰める、ロープに詰める、ここまではいいんです。右右発注、右足で右上がり、さあこの後はこの後です、この後要注意、やりを操作払っていく、相当いいボディーブローは入ってるんですけどもね。やりとにかく詰めても詰めても反撃に出ます操作。さあ辰吉はこの操作をどう料理するのか、あるいは操作に逆転の一発があるのか、しぶといですよこの選手は。さあここでゴング、第4ラウンド終了です。第4ラウンドまで終わっています。辰吉はサラゴサとの2試合で学んだことに、相手の心理を探り揺さぶること、対戦相手の神経を摩耗させてどう戦っていくか、それを考えていると話しています。ただ浜田剛さん、はい、攻めても攻めても反撃に出てくるという今日の神経戦では
操作というのは本当に厄介ですね。この選手は調子に乗せると本当にしぶとくどんどん打ってきますからね、はい、だから勝手は打った後じーっと見ないことですね、打った後相手が打ってくることを、はい、予想しながら打つことですね。さあ試合は前半戦から中盤戦に入ってきます。アンダーパワー、アンダーパワー、赤来た、左から右が空を切っています。飯田さん、はい、本当にやりづらそうな相手ですね。油断できないですね。船越さん、はい、調査に来た陣営はね、捜査に対してお前のフックは達吉に見えていない、大振りせずに小さく打っていけという指示が出ています。フックを小さく打っていけ。船越さん、はい、達吉サイドなんですが、はい、とにかくインターバルの間ずっと共通しているのは、体を振れ正面だけは立つな、これだけです。おとにかく、まあ、先ほどから何回も言っていますが、こうやって打った攻めた後ですね、ファイティングアラさん、 ね、 そうですね、打った後ですね、はい、ウィングにしないサイドに出るなりね、はい、やはりあの一度打ち終わった後に操作を打ち返してますからね。 WBC の世界バンタム級タイトルマッチ、辰吉3度目の防衛戦、過去2度の防衛戦がいずれも失敗に終わっています。初めての防衛成功に挑んでいます。アルゼンチンのこの操作を相手に試合は優位に進めていますが、決定的なダメージはまだありません。とにかくボディブロー、ファイティングハナさん、あのボディが入った後にふーっと息をつくような操作の仕草から見て、相当ダメージは与えてはいるんですよね。そうですね、非常にね、右で打ちに行きますから、ね、非常にそこ見えないんですよね。案外後半にこう強くなってきますから、はい、少し口が開いてきました。ホセ・ラファエル・ソーサ、アルゼンチン WBC の4位、あの当たるピッチボディをどんどん見てもらいたいですね。軽くステップを踏みました。ホセ・ラファエル・ソーサ、アルゼンチン国内タイトルを取りました。南米タイトルも取っています。デリデリ、そして中南米タイトルも取りました。あと残っているのは世界タイトルだけだ。ラファエル・ソーサ、バッターは右ストレート、ソーサ右、今度は達吉、ちょっと達吉は意地になってガードを逆に避けるところがあるんですね。そういうところをソーサよく見てますね、はい、このラウンドは五分と五分の打ち合いですね。いや、ソーサのパンチいいのも切ってますよ、はい、ここだ。さあ、またロープに詰める。ここで右、左を出していきます。達吉ロープには詰めますが、しかし気を許すことはありません。右、これは力がありません。さあ、残り30秒です。第5ラウンドに入っています。左、前に前に出るアグレッシブな達吉、右で左のボディーブロー、もう少し打ちたいですね、はい、この選手はもう少しボディを打って弱らってから、はい、とにかくタイのチャンピオンシリモンコンの時には2つのボディでこの王座奪回に成功しました達吉。左、右、左、ゴングです。第5ラウンドを終わっています。第5ラウンドの攻防です。ファイティングアラさん、この第5ラウンドはそれまでの 2-3 シート違いまして一方的なラウンドというわけではありませんでしたね。そうですね、ソウルさんもですね、非常に打たれながらもですね、チャンスにおける打ち返してますけどね、はい、非常に侮れませんね、浜田さん、はい、後半になりますとこれ厄介そうですね。いや、この選手はどんどん漆黒打ってきますからね、はい、そういったペースにだけはしたくないですね、だからもっとボディを打っていてですね、はい、今のうちもう少し弱らせて打ってですね、ホセ・ラファエル・ソーサ28歳、達吉よりも一つ上ということになります。お父さんは現在でも肉屋さんで働いているそうです。お母さんは家政婦です。一人娘のハエルちゃん5歳がいますが、今は実家に引き取ってもらっています。遠く離れたブエノスアイレスで合宿生活を送っているのがラファエル・ソーサ。チャンピオンになってその娘を引き取りたい、その野望を持っています。ソーサにとってはこれ、萩原さん、潜在一流のチャンスですからね。そうですね、そういう気持ちできますからね、はい、やっぱり気が抜けませんよね、右、左、さあ、軽くステップを踏みます。達吉、ファイティング原田さん、はい、ここまでの達吉の方の体調、スタミナ、そのあたりどうでしょう。達吉君はね、今日はちょっといい感じしますよね。あ、いい感じ、ステップもいいしですね、はい、調子的には完璧にはいいんじゃないですか。あ、ただこういう選手は、ソースさんみたいな選手はですね、ボールが強くなってきますからね、はい、だからチャンスにその足を止めないで、最後までこう動きながらうまくね、はい、やってもらいたいなと思います。ブロー、倒し
中地さん、卓越陣営、このままだと非常にやりにくいと、なんとかリングの中央に持ってこい、あリングの中央に、はい、そのためにはジャブを使いたい、そういったシーンが飛んでます、はい、とにかく今年1月、南紀白浜で行ったキャンプ、報道陣がびっくりするぐらいの好調でした。これまでキャンプ初日と言いますと軽く体を動かすだけだったんですが、非常に走り込み若い選手がその辰吉についていくことができませんでした。軽い練習なので食事は6時ぐらいからか報道陣も決めていたんですが、その食事の時間が遅れるぐらいみっちりとした内容のあるキャンプを行いました辰吉。やはり浜田剛さん、はい、これまで2度防衛に失敗しているそのあたりが頭の中にあったんでしょうね。あそれとボクシング界を背負っているという責任感ですよね。あ飯田さん、はい、そのあたりは飯田さんより一つ下になるわけですが辰吉選手、非常に責任感もありますからね。トリーブロー、デボディ、あとからふーっと息を吐いたのはソーサ、左、辰吉、左の細かいランナー、左を張っていきます。さあ辰吉、右を出すか、左からロープに詰めて、右を狙っているのは左だ。さあ、トング前半戦が終わりました。背中が見えていますのは菅谷博之トレーナーです。そして右側が大阪帝拳の吉井清会長です。とにかく吉井会長に言いますと、辰吉は非常に言動も大人になってきた、人間的にも一回りも二回りも成長してきたと、そう話しています。その吉井会長からの指示を受けます辰吉。さあ第7ラウンドに入ります。前半戦のここまでの放送席の採点では浜田さん、原田さんともに辰吉有利というふうに見ていいでしょうか。はい、辰吉君の、はい、いいですね。ただ、はい、ただ辰吉君は非常にね、今日はね、ぬくもりですよね。はい、非常にパンチもね、強弱がつきましたね。上下の攻撃もいいですね。そうなりますと浜田さん、はい、ファンとしては、まあ、防衛もさることながら KO でということになるんですがね。そうですね、そのために逆に力入って数がはパンチの数が少なくなると厄介なんですね、はい、今ボディをもう少しと右続けたいところですね、はい、そして弱らしておいて、いや右外は従って、シリモンコンセンの時のようにボディからそして上でということですね、うん、まあそういうことですね。ボディブローを打たれると疲れた時に打たれると引き方が倍になりますからね、はい、右ボディブロー、これは引きます左、左が右ボディブロー、左、これはもう徐々に効いてきますね、このボディは、はい、さあ左のボディブロー、待つ、左が操作の顔を見ていますと打たれたというようなダメージの痕跡というのは全く見当たりませんね。非常に効果フェイスですよね。あ左、はい、第6ラウンドが終わってコーナーに戻るとき辰吉思わず首をかしげましたね。あそうですか、はい、得意のボディで膠着この状態を脱しろと、こういったシーンです。あなるほど、左左右ロープに詰めます辰吉。デミ夫人をはじめ長男のジュキヤ君、そしてジュイキ君がこの横回りに詰めかけています。辰吉、長男のジュキヤ君は今年小学生になります、まあ、息子も自分のやっていることが分かるようになってきたし、下手な試合はできないと話しています辰吉。右ストレート、右右のカウンターです。右のボディロー、さあボディを狙っているか辰吉、リング中央に戻ります。まだ操作の完全なヒットというのはありませんが、しかしそれにしてもしぶとい、右左リングを当たる、はい、さあコーナーからロープに詰める辰吉、右左のボディ、このボディは効いてきますからね。右ストレート、いい、ワンツー、ワンツー、効いてますね。はい、左、肩、肩20点、安定でいいと思ったことは一度もない。もちろん今回も KO を宣言している辰吉。試合は後半戦に入っています。ボディブロー、右ストレート、フグを切った。あっと、操作の右のフグが放たれたところで第7ラウンド。
ド終了です。さて、ホセ・ラファエル・ソーサ、WBC 現在4位なんですが、デビューから5年間は実は14勝7敗5引き分け、 KO もわずかに8つしかありませんでした。 KO 率は 57%、 その後ソーサは16勝2敗 13KO、 KO 率 81%。ファイティングアラさん、まあ、4回戦時代は KO が多い人も10回戦になってくると KO 率がだんだん下がってくるものなんですが、そうですね、この人は回転が強くなるにつれて KO 率が上がってきました。いや、これは素晴らしいですね。実は大体もう4回戦と違ってますね、皆さん頑張ってきますからね、はい、非常に難しいんですけども、非常にやっぱりそれだけの実力があるんでしょうね。したがって波に乗ってきてこの2度目の世界挑戦を迎えたというのが操作です。まあ、経験を積んで、それで実戦を積んで強くなってきたという選手ですよね。船越さん、はい、青コーナーウィリアムソントレーナーはね、操作に対してチャンスがあったら踏み込んでいけと初めて出ましたね。さあ、そろそろもうエンジンをかけろという青コーナー補正ラファエル操作陣営です。一方のこの立ち吉なんですが、今のインターバルの間、悔しい悔しいを連発しました。悔しい、はい、菅谷トレーナーはカッカするな、冷静になれ、そういった指示を出しました。このあたりがやはり浜田剛さん、やりづらさというか、思うようにこのチャンスを決定的にできないなということなんでしょうね。いい手応えのあるパンチは入ってるんですけど、はい、結構ブロックもされてるわけですよね。そういうところで、綺麗に入れきれないという気持ちがあるんですよね。ただファイティングアナさん、相当ダメージの蓄積はあるでしょうから、9、10、11、12と十分マウンドがありますからね。そうですね、その回で倒してもらいたいですね、はい、でもなかなかいい感じ当ててるんですけども、やっぱり強さが来ますからね、はい、だからちょっと効いてないのかなっていう感じが受けるんでしょうね。辰吉もお父さん一人で育てられました。宗さんにはご両親はなおも健在という家庭ではありましたが、非常に貧しい生活が続いていました。一人娘も今は実家に預けています。一人ブエノスアイレスで合宿所生活を送っているホセ・ラファエル・ソーサ、1ヶ月に一度しかお子さんとは会えません。そのお子さんに家をプレゼントするためにチャンピオンベルトが必要なんだというホセ・ラファエル・ソーサ、ドリブロさあ、勝つ画面出る。バンタム級のタイトル、日本のチャンピオンはあの黄金のバンタムと言われました南米の怪物エデル・ジョフレから奪ったファイティング原田さん、そしてムグルマ・タピアさん、ヤシギ・ヤスエさん、そしてこのタピオシ、4人います。アルゼンチンにはまだこのバンタム級を制したチャンピオンは1人はいません。さあ、エデル・ソーサがパンチを返してくる。いや、でもボディブローは嫌がってますよ。ボディは嫌がってますよ。それが前傾姿勢に出てくるわけですね。あ、やはりこうガードを張っていましたね。もう左の矢を上に打っておきたいですね、はい、さあ、左右入れ替えた辰吉。このラウンドほとんど時間がありません。左右上切った。ソーサワンツーはかなり、これ第8ラウンド終了です。WBC バンタム級4位のホセ・ラファエル・ソーサです。背中が見えているのがウィリアムソントレーナーです。そして画面の左側、大柄な人がアミルカル・ブルーサトレーナー、75歳、ミドル級のタイトルを8年間守りました、あの南米史上最強のチャンピオンとも言われているカルロス・モンソンをはじめ11人のチャンピオンを作ってまいりました。ファイティング原さん、画面左側の75歳のブルーサトレーナーは今でもミット打ちを十分にこなしていくという怪物トレーナーとして、なるほど、南米ではその名を知らない人はいないという、自分のすごいトレーナーですね、はい、やっぱりそうしたら若い人がついてきますもんね、そのアミルカル・ブルーサトレーナーが12人目のチャンピオンとして、私はこのホセ・ラファエル・ソーサを育てたいんだと話しています。さて、飯田さん、はい、辰吉がこの後 KO に持っていくにはどうすればいいんでしょう。そうですね、もう今でも十分いい展開なんですけどね、なかなか相手も相手なんで、難しいですね。そのあたりが先ほどの悔しい悔しいといった赤コーナーに戻ってきた、思うように相手が倒れてくれないなというもどかしさなんでしょうかね。そうですね、さあ、辰吉がまた前に出る。左を下、辰吉。
とにかく勝つのはボディーブローに右出したい、そう話しています辰吉。以前辰吉はよくボクシングにおける作品の完成という言葉を口にしていました。最近はあまり言わなくなりました。己を知り、己を磨き、己を研究して作品は完成させるんだと話しています。まあ、やればやるほどボクシングの奥義といいますか、奥の深さを知っているというふうに思います。作品の完成というのは難しいようですね。そうですね、非常にボクシングはですね、辰吉君は非常にうまく戦っていると思います。はい、ここまで、はい、非常に無理もしないですね。非常に僕は今までと違ったね、はい、非常にうまい戦いですよね。はい、いわゆるクロート好みといいましょうか。だん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 相手によってですね、やっぱり合わせられるような感じになってますね。それが金正戦の2戦で学んだという相手の心理、どうだ、どうだ、神経戦にも戦いがあるんだ、それはそうと、そう話していました。右、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 左、右、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 金正さん、まだ東北の力が残ってるんですね。この選手はしぶといんですよ。アルゼンチン帰って打ち落としたいという気持ち持ってますからね。これ今表情だけ見ていますと、操作もまだ十分スタミナがあるような、そんな表情ですよ。この選手は諦めないですよ。そういった意味では無敗のチャンピオンでしたシリモントン、若干の若さがありました。そこに隙があったかもしれませんが、この28歳、ここまで44戦を戦っていたホセ・ラファエル・ソーサにはこのあたりの隙はないかもしれません。まあ、このソーサは苦戦は何回も経験してますからね。ですから、苦戦しても絶対に慌てないんで、お金になればやるものという思いがあるんでしょう。第9ラウンド、ほとんど時間がありません。左、ワン・ツー、ソーサ、左、右、ソーサの右、さあ、竹島に出る、左、ここで勝負、第9ラウンド終了、あかん、1万5000の大観衆を飲んでいます横浜アリーナです。さて放送席の採点ですが、ファイティング原田さんは第9ラウンド10対10、そして浜田さんは初めて10対9と操作にポイントを与えました。ちょっと流れが変わりつつありますか。いや、そうでもないんですけどね、9回目はいいパンチもろに食ったラウンドですね。はい、したがってファイティング原田さん、はい、今ちょうど放送席の前でしたが、第9ラウンド終わったと同時にあかんもうという辰吉の大きな声が聞こえてきましたね。はい、そうですね、さっきの一発取った時ですね、はい、辰吉君いつものなんて頭をして一致ですね、やっぱり大人になってますね、その時はね、やっぱりバックステップしてうまくね、パンチを受けてますし、はい、返してますからね。ただ辰吉も残り3ラウンド、あーっと、ソーサが来たぞ、ソーサが来た、ソーサが来た、ダイナミック、いやーしぶといですね、この選手は。左、ソーサ、これファイティング原田さん、はい、操作相当ボディーブローは受けているはずなんですが、やっぱりチャンスと見ると怖いですね。ただやっぱりボディー今でも打たれるとまだ丸くないですからね、もっと打てればいいんですけどね。船越さん、辰吉陣営なんですが、体は流れてはいるが、はい、練習したことは全て出ていると、とにかく辰吉を落ち着かせることに宿泊している辰吉陣営です。要するに山本さん、陣営としてはボクシングとしてはいいと見ているんですが、辰吉がじれている、それを並べるのに苦労しているという感じなんでしょうね。本当にそういった感じですね。まあ、ノックアウトしなければいけないというのが、はい、もう常時頭にあるわけですよね。まあ、ただこれだけポイント差離れていると、今度はじゃ、ダウン取ろうとするというのはですね、もう少し力をセーブして、はい、相手をロープに詰めて数多く打っていて、そしたら必ず相手打ち返します、はい、そこを一歩決めたんですね。ただファイティング原さん、今はまだ大人のボクシング、あー、右、はい、できている辰吉ですが、いやついて KO に行ったところ反撃を、そうですね、やっぱガードを下がりますからね、はい、非常にいい距離に当たりますからね、非常に怖いと思いますよ。このあたりは今日は本当にクレバーのボクシングを展開している辰吉。船越さん、はい、ウィリアムソントレーナーはね、辰吉は我々が思った以上にスピードがある、はい、で操作に対してはとにかく相手に合わせないで細かく手数を多く出していけと、嬉しいですね。はい、あーっと左接近戦、ミロボディブローは操作、アルゼンチン国内タイトル、中南米タイトル、南米タイトル、南米には敵はありません。世界の舞台に出てまいりました操作、右、ここで力をセーブして数多くいったんですね。
第10ラウンドも残りほとんどありません。ここで第10ラウンド終了です。さあ10ラウンドまで終わりました。ファイティングハラさん、第10ラウンド攻めに行って、はい、相手が反撃に来るところスッとバックステップしました。そうですね、このところはやっぱり勉強、その2倍今までのキャリアと違ってキャリア勉強してますね、はいはい、非常に勉強してますよ、大人になりましたね。さあ第11ラウンド、残るラウンドは2ラウンド、6分の戦いになりました。辰吉飯田さん、はい、10ラウンドまで見て辰吉の体調あるいは攻め、はい、この辺りいかがですか。すごくいいと思いますね、体の動きも、はい、今みたいに状態も触れてるし、すごくいいと思います。ともしますと浜田剛さん、はい、これまでのシリモンコン戦が別として前哨戦あたりでは後半スタミナが切れてしまったなという辰吉もあったんですが、まあ、今日はそういうのはないですね、ただどうやって、ダウン取ろうか、はい、本人は苛立ってるところは確かに見えますよ。あ、そうですか、はい、そのあたりファイティングハラさん、はい、昔のやんちゃなボクシングをやりたい辰吉が大人になって我慢していると、うん、そう見ていいでしょうかね。そうですね、非常にところどころでね、やっぱり見せ場を作ってますからね、はい、非常にうまいボクシングしてると思いますよ、やっぱり足を止めたらおしまいですね、はい、足が止まってはないですからね、だから結局ガードが下がっても、バックステップが速いので、ね、打たれないと思いますよね、はい、足が止まったらやっぱり打たれちゃうと思いますけどね、非常にこの辺はいいですね、はい、菅谷トレーナーは、とにかく落ち着けと一括しました。それでその後はもうずっと無言でした、辰吉陣営で、はい、とにかく去年はこのボクシング界の最高の栄誉ともいいます、最優秀選手に輝きました MVP です。日本のボクシング界を背負っているという認識はもちろん本人にもあるはずです。ああ、そうだ、右このラウンド一進一退です。とにかく浜田さん、はい、相当しても一発逆転を狙ってきているでしょうからね。この選手は最後まで諦める選手はないですよ、はい、右よし左のほうがいいの、あと左右、残り1分です。第11ラウンド12回戦で行われます WBC のバンタム級タイトルマッチ、過去2度のタイトルの防衛にはラバダレスに薬師寺に敗れてまいりました辰吉、3度目の防衛成功なるか。まあ3度目の正直ということもありますし、あー左右、世界バンタム級タイトルマッチ辰吉の初防衛戦、いよいよファイナルラウンドを迎えます。挑戦者ホセ・ラファエル・ソーサ、一発逆転の右のストレートを打つんでしょうか。辰吉は完勝は過去6試合あります。3勝2敗1つの引き分け、世界戦では2度目のラバダレス戦に勝ちましたが、それ以外は薬師寺、カナオサ2つの試合で敗れています。さあ辰吉ファイナルラウンド、リング中央左に回る、ファイティングハラさん、はい、最後までこの左に回っていく辰吉の足の衰えはありませんね。そうですね、今日はここすごくいいと思いますね、この足がいいからですね、はい、非常にジャブを打ってくると思いますよ、はい、さあラファエル操作出るぞ、操作出る、逆転にかけている操作、クリンチに出た、ああ初めてクリンチだ辰吉、ああ右、さあ打ち合いだ、リング中央打ち合いだ、辰吉と打たれている、辰吉と打たれていると、さあラファエル操作逆転にかける、ああ、足が止まった、今試合初めて足が止まった、辰吉足が
蹴るのという辰吉、出てくるんなら俺も仕返しをするのという、この突きで戦うと言っていた辰吉のボクシングだ。いやー、しかし最近はさ、すごいですね、はい、いやいやいや、今日はこの試合ファイトすごいですね、非常に操作もですね、やっぱり見せますね、両者とも本当にすごいですね。それにしても飯田さん、はい、試合が終わった後のあの辰吉の悔しがりようっていうのはすごかったですね、はい、そうですね、 KO っていうのはすごく一致で、果たしてこれどういうコメントを今日の辰吉は残すんでしょうか。それにしてもファイティング原さん、最後の最後まで両者とも本当に素晴らしいボクシングをやりました。もう本当ですね、この気持ちは分かりますね。いやお前強いなという気持ちでしょうね、まあ、まさにファイティング原さん、はい、これは戦った者同士の味わえる気持ちというか、そう、俺はあれほどやったのにお前よく倒れなかったなと。だからボクシングで素晴らしいですね、これだけやっぱりお互いに、ね、殴り合って最終ラウンドになるとね、お互いにこうやってね、剣と戦える、素晴らしいですね、いやそれにしてもポイントの色は辰吉がだいぶリードしていたと思うんですが、最後の打ち合いに応じた辰吉、その前の大人のボクシングをした辰吉、はい、なんかいい辰吉を2人見ましたね。そうですね、辰吉が確かに KO できなかったら悔しいかもしれないけども、僕は KO できなくても素晴らしいボクシングを見せてもらったと思うんですね、非常にやっぱり一回り大きくなった辰吉が見た感じがします。飯田さん、はい、試合の前にスリリングな試合を期待したいという話がありましたが、はい、本当に12ラウンドあたりを見ていてドキドキしましたよ。そうですね、辰吉さんの爆発力みたいなのを見れたし、ね、はい、まあ、あれだけポイントでリードしていましたら、まあ、逃げて逃げてというボクシングも考えられたと思うんですが、はい、本当に最後まで脇に沸きました。今日本テレビの原編成フォームより、まあ、3社を代表しまして勝利者トロフィーが渡されます。まあ、とにかくファイティング原さん、試合が終わった後に辰吉がこう右の拳を大きく打ち落としましたね、悔しそうな表情でした。もうそれは分かりますけどね、非常にでも僕は何度も言うんですけども、はい、辰吉君のやっぱり素晴らしいね、このボクシングなんで、今までのやっぱり負けた心の経験を生かしたね、放送席、見事半防衛に成功しました辰吉選手です。勝利者インタビューです。おめでとうございます。辰吉君は下げています。これまで数々の偉業を達成してきた辰吉選手なんですが、まだこの初防衛っていうのは来てなかったんです。初防衛をした感想いかがですか。すごい僕勝手なことなんですけど、もうすみません、みんなもう変な試合しましたよ。もうダラ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 して、たくさん練習したんですけどね、練習したけど相手の方がそれ以上なことをやられたんで、もう課題が残りましたね。悔しいですね。操作はやりにくいチャレンジャーでしたか。うまかったですね、ディフェンスが特に。自分の納得したいボクシング、自分が納得するボクシングをしたいと言ってましたけども、そのあたりはいかがでしょう。全くダメですね、もう気も悪いですね。でも今はこうやって腹が立ってるからね、これぐらい進んでるのか分かりませんけど、また帰ってビデオ見たらまた何か分かるかも分からんし。それでもこの横浜アリーナのお客さん、辰吉選手に
大きな声で応援してくれました。皆さんありがとうございます。そのお客さんに一言お願いします。こんな僕みたいな人間を応援してくれてほんまにありがとうございます。感謝します。放送席以上です。辰吉選手でした。はい、大量のルビー夫人、そして長男のジュキヤ君とジュイキ君も高々と抱き上げました。回転表が手元に来ました。120対108 117対111 116対112、三者ともに辰吉の勝利、防衛です。まあ試合の内容から言いますと、回転原さん、完勝と言ってもいいでしょうね。僕はもうそうだと思いますね、はい、非常に全部辰吉君のですね、非常に綺麗にケアをすることもボクシングですけど、非常に素晴らしいね、進歩したところを見てます。